いきますか。あ、行きます。はい。ででん。はい、というわけで始まりました。9月12日収録2本目ということで、エンジロギ会議です。11。まあ、今回もゲストは水島ほたるでよーす。よー。お願いしまーす。と、あともう一人、辻田が今日はゲストで。あ、ゲストスペシャルゲスト。はじめまして。ついたよ、そう。まあでも、この辺やな。そこで、はじめ。ちょっとな、そこら辺でな、なんかユーモア入れてほしいけどな。はじめまして、グルバラ軍団の辻田です。どうせ何言ってるか誰も聞こえない。もごつきすぎて。ひどーい。取り直すから大丈夫。一人で。シャープネスかける。はい、ということで、じゃあ、まあ早速いきたいと思うんですけども、はい、二郎くんの近況、特になし。特になしということはどういうことですかね。あのブログの更新を滞っていたってことなんでしょうね。あ、なんかさ、そういえば前なんか言うてたね、うん、そう、オフ会用の時になんか撮ったやつで、うん、なんかブログスランプみたいな話してたじゃないですか。入ってた。あれは完全に脱出したね、ブログスランプ。はい、おお、もうなんかもう喋りたいみたいな、人と喋ってるような感覚でバーってブログ書いてまもう、ね、あ、もう今はもう、もう泉のようにもう湧き出てくる、湧き出してくる感じで。せやのに最近書いてない。ちょっとバタバタしてたじゃないですか、私。まあ、山登ったりもそうやけど。またそこにまたそこに行き着くんですか。違う、前回のオープニングトークにまた違う山登りは後のダメージがでかすぎるって、うん、で次の日もその次の日ももう携帯とか触れへんぐらい、もう、うん、なんか緑見すぎてて、この液晶見たら、あ、迷信とって思ってまうぐらいしんどかったし。じゃで、がむしゃらやったから、もうバタ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 やって、うん、いや、山槍ヶ岳登ったらすげえよ、尊敬するし、うん、生還したも俺すげえなと思うけど、山の引っ張り方えぐいな。山の引っ張り方まあえぐいか。いや、それぐらい過酷なものに挑んだんですよっていうことなんですけど、近況、はい、私24歳になりました。ありがとうございます。あ、そうや、おかげさまで。そうでしょ。ありがとうございます。いや、これね、実はですね、はい、先日辻田弘中の、はい、そのジロ吉クルーの方から、はい、シークレットメールが私の携帯の方に書いておりまして、はい、9月11日確か二郎くん誕生日やった、はい、辻田が言い出して、でそれに対して弘中がバースデー二郎吉会議、ああ、いいじゃないですか、12日収録なんで、やりませんかということで、やってください。はい、いや、で、いや、あのね、その前にがむしゃらで、そのまあ何かしら我々でもなんかする可能性があるから、うん、ちょっともう、それやったらやりすぎてしつこいし、何や言うたら後日やから、やめときませんかって言ったんですけど、いや、そこは辻田さんが、はいはいはい、メールでね、うん、メールやのにもごつきながら、いや、僕らも、俺もやるよ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 。だから、まあ、どういうお祝いをその二郎君にしはんのか俺も聞いてないんで、はいはいはい、楽しみにしておいてほしいんですけども、じゃあお二人、言ってたお祝いどうぞ。もうちょっとパティシエが来る。パティシエが、 ありがとうございます。もう今ので全部俺の話が嘘やったっていう。これ何パティシエが来る、買いに行けケーキを、なんで目の前でやらせて。ほんまにないんですかお二人から。くれよプレゼント。え、知らんかったとかのレベルでしょ、逆に。いや、知ってたよ。え、せやのに誕生日おめでとうの一言もなかった。ないんすか。24回目っすよなあ。ジャンバリ入って4回目の誕生日っすよ。早いな、早いな、ほんまにて。ああ、いや、でもそれは悲しいよ。俺もそういえばなんか誕生日なかったな、ジロ吉会議。ああ、ジロ吉会議は何もやらへんみたいね。え、ジロ吉会議そういうのないんですか。え、逆に辻田さんと弘中さん誕生日いつですか。僕は4月30日。あ、なかったな。ない。弘中さんは2月13日。全部遠いな。もうちょい2ヶ月後とかそういうのないんや。私近いよ。え、いつ。9月21日。あ、キンキンやん。キンキン。9月21日、もうすぐやんか。1週間ちょい。それは良かったね。また一歩ババアに年を取っていくわけですね。そういうツッコミが欲しくて言ったんじゃないの。え、28。8。そうか、でも二郎くんの4つ上か。
結構上ですね。そうやね、そう考えて、そう考えたらお前接し方えぐいな冷静に考えたらお前は冷静に一歩引いてみたらこいつえぐいな。でもほんま多いやな、ほんま年上に対してえぐいな。なんなら基本おちょくってるし俺もじゃあ俺もさ散々当事者やから何にも思ってへんけど、俺よく言われて何を言うてはんねやろってよく言われんのよって思うのよ。あの二郎くんの接し方、年上に対して富木さんに対してえぐないっすかって言われんやけど、俺当事者すぎて何も思ってんかってあれやけど、そうや俺9つ離れてんねんからそうや一歩引いたらえぐないこいつの俺に対する接し方。もっと言ったらね、富吉さんから辻田さんへもえぐいでもっと言うたら辻田さんとお前とのさ一巡ぐらいしてますもんね一回りぐらい一回り以上ぐらいもうやばいな、えぐいからな。お前ちょっと大人になるんですから、もうそうですね、あの色に気をつけたい。いや、やからっつっていきなりなんか二郎くんがね、はい、なんかちょっとそういう大人なあれしだしたらね、それはそれで気持ちが悪いし、あこの人死なはんのかなとかなんかどっか患ってはるんかなとか私の最後っぺなんかちょっとそういう心配に、なんか人って死ぬ前なんか人が変わるっていうじゃないですか、みたいね、死期を悟ってなんか真面目になるっていう。多分だからお前死ぬ直前とか多分超丁寧な男になるんやろな敬語使うな、物腰柔らかな、わ、うん、かりましたあやたかの宣伝してるモックみたいなのやと思うね。あやたかちゃうか、あれ家もんや、ね、まあええわそんなこと細かい話はええ、ごめんな、はい、はい、ということで24歳です、ホテルちゃんは近況は、近況あ昨日をゴッド史上初めてアメイジンググレイスを聞いてすごいテンションが上がった。アメイジンググレイスだったっけ、上がった。そんぐらい。俺あんま好きちゃうね。なんで？凱旋の。言うね。音違うんや。うるさい。うるさい。でなんかあのちょっと幻想的な曲で、うん、あの15枚の7揃う時のパーンって音が来たらなんかすごい聞こえ方が全然違うかって。なんかもっとおしとやかなになってた気がするね。今まではそんなことないですか。音量がごついんちゃう。あ大事だな。なんか BGM 的な感じではなくて、うん、前のやつってなんかほんまにただただなんか後ろで流れてる感やったんが、多分なんか前に来すぎて、多分お前前言ってた通りプッシュボタンでアメージンググレースって出る、 あれがだからアメージンググレースが前に出すぎっていう。あそれはだからほんまよくよく考えてほしいけど、なんかせめてチャンスでええわって思うもん。もうアメージンググレイスって別に歌変わるだけやからねっていう、あの台によっちゃピピピピって自分で選べるやつをまあそうやビャーン出てきて、やっぱストック機の面白さ、そのああいうタイプの面白さって、うわ何個あとストックあんやろもうあるやんか、アメグレ流れたらあと10個しかない5個しかないってなるから、なんか逆にあんま好きじゃないかな。5個以上じゃない、いや以上やけど大体5やん。あそうなんや、なるほどな。じゃあ逆にテンションが下がってしまうと、下がるってほどじゃないけど、まあ、言うたやしね、やっぱり、まあ、ちょっとあれだより頼み的なところがね、なんかちょっとさらっとしてんのにインパクトが強いっていうところが多分、うん、そうそう、から好きや。でちなみに辻さん、アメージングレースってどんな歌でしたっけ歌はちょっとどんな感じでしたっけ。ああ。叫びやないかもうえぐいわもうやっぱり辻さんちゃうね、早い時間の収録はキレが違う調子ええわ、うん、ほんまにいつも遅いんでねキレが違うわ。なるほど、はい、いい時に来れてよかったです。そうですよ、はい。で私の近況が名古屋のヤーガンバーで飲むっていう、また勝手にね人の家に土足で上がり込むように僕のブログ勝手に漁って書かれてるわけですけども、プライベートですからねなんでこんなところに晒すんですか。面白そうやね。でもいやめちゃくちゃ楽しかった。エアガンバーって何すんの。エアガンがいっぱいあんねん。打たへんの。打つよ。エアガンがあってカウンターなんよ全部。うん、全席、まあちっちゃい10席ぐらいのみたいなけど、うん、そこで酒飲んで、その前が防弾ガラスみたいなのがあって、うん、その要するにカウンターの目の前が射撃場みたいになってて、うん、で10メートルぐらい離れてて、でまあうちに行く人が防具つけたりとかして、まあ、銃も50丁ぐらいある中で撃って、で、まあ、初めは俺らそのカンカンとか的を当ててたんやけど、途中でその
そのバーで俺も結構仲良くなったんやけど、うん、その人がまた大阪から出てきてる人、ね、名古屋やったんやけど、ね、うん、でな大阪の京橋でエアガンバーやってるオーナーさんやって、で俺まだ今度行くわっつって仲良くなったんやけど、でまあその人向けに要はその俺らがやってたおもちゃみたいな的のやつをのけた先に、あの何やろ、クレーン射撃みたいな的が上段中段下段であって、なんか面白いルールのなんかランプがパッ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 って光っていって、下に係数のポイントのやつが10万ポイントから始まるのね。でまずはスタートするっていうので、その電光掲示板の横の的に一発当ててリセットで、スタートでバチンって当てて、でランプがパン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 って一気に2個ずつついていくの。だから右一番右上と2列目の右から2列目の一番下段やったら当てんのは これが交差するところで、2列目の一番上っていうの、それを瞬時に判断して、だから多分 FBI とかが映画とかで訓練とかでたまにやってはる描写あるでしょ、あれを要は5発当てんやけど結構難しくて、要は時間が経ったら10万点からどんどん減算されていくの。でそのゲームをずっとやってたんやけど、むっちゃおもろくて、それが そうやね、俺らもうどんな頑張ってもまあ外れるし、まずでもエアガンといえば反動すげえの、銃によってマジでバチンっていかれるぐらいのやつやってて、でその俺らはどんな頑張っても8万点を超えるぐらいやって、うん、やったんやけど、やっぱりその京橋 の, そのオーナーの人はうまくて、マイガン持ってはって、マイホルダーも作ってはって、川でめっちゃかっこいいよ、9万5千点とかで、超早いの、パン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 ってやっていかはって、めっちゃかっこよく て、で俺もそうそう忘れてた、俺エアガン買う、買う、うん、めっちゃ欲しい、忘れてぐらいのに、あ、じゃあバタバタしてて俺も、バタバタしててん俺も、そう、むっちゃかっこいい、なんか安いのは1万円ぐらいから買えるっていうのあるから、いやでその人がだからまずその自分で買っちゃう前にそのうち来て相談乗ってって、なんぼでも合う銃とかって、いやでも実際あるらしいの、俺全然打てへんで的当たらんかったやつが、その一緒に行った人はこれが一番打ちやすいっつって、今まで一発も当たらんかったのに、お前3発に1回ぐらい的に当てれるようになったりとか、馴染むやつがあるらしくて、そこで見つけてきたらよかったやん、うん、そうやねでもまあまあ、でもまあ名古屋し遠いし、まあなんか仲良くなってもしゃあないかな思ってあれやったけど、そうちょっとそういかんとあかんわよ、思い出した、ありがとう、なんかこれ拾ってきてくれて、ダサくやどうの言うてたのいやでもエアガンいい、え、ガス、ガス、あむっちゃ楽しい、あれはやばいわ、ガス嫌やわ、なんかなんでめんどくさいやん、あ、めんどくさいよ、めんどくさいけど、でもどっちにしろ要はその人も言ってたんやけど、まあ外でなんか打てへんやん今、うん、うん、やからまあそのエアガンバー、シューティングバーって言うんやけど、うん、シューティングバーがあったらそこにみんな打ちに行くって、でそれがもう、まあ、酒飲みながらやし、まためっちゃ楽しいのよ、だからその何次の一杯またなんかちょっとおしゃれやん、なんかアメリカンやん、なんか次のビールそれもなんかハイネケの瓶のやつやったりとかして、はいはいはい、か片手でこう飲みながらやったりとかしてね、次の一杯負けたやつが全部おごろうね、キャッキャブーブーブー、あー違法賭博ね、ジェットじゃん賭博じゃん次誰がおごるか違法賭博ではないかじゃないか、うん、そういやこれめっちゃおもろかった、いや行く今度京橋にあるらしいから、ただそのあれは名古屋にしかないらしい、そのゲームは、あ、うん、でももうちょっと導入したいって言ってはって、めっちゃ、うん、めっちゃおもろい、ほんまおもろかった、うん、うん、そんな、以上、俺エアガン好きなの、あ、そうなん、うん、急な情報、うん、ガス嫌やわ、ちっちゃい頃からめっちゃ、だからガスは嫌や、俺みんなが好きやから、人が打ってんの、じゃない、打たへんって、だから弾とかもいらん、あ、飾るだけね、うん、いや水戸くんが好きやね、うん、いやでも分かるよ、カタログとかでもめっちゃ好きやった、むっちゃかっこいい、ちっちゃい頃からずっと見てたわ、うん、でむっちゃ重たい、重たいよな、エアがガス特に重たいし、うんうん、すごいよ、なんか年齢制限もあるの、確か18、14、あ、そうなの、同じ10でもその買える買えへんとかもあんのよ、でガスが一番高くてみたいな、いやでもね、聞いてたら奥が深そうでね、だからその安いのは1万円ぐらいでおもちゃ屋さんでパッと買えるし、まずはそういうところからでもいいと思うんやけど、そう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 、今はんやけども、でもじゃあ逆に高いのはって言ったら50万とかいくらしくて、いや別に普通にそれマシンガンとかそういうごっつやつじゃなくても、それでその人なんかはもうそのグリップ、あのすげえオリジナルで低層っていうか、なんかかっこいい彫り物のやつでつけたって、
めっちゃかっこよかったあれ。なんかなんかよくない、なんかたまになんか1万円追加しますみたいな感じでカメラの前でなあ、カバン開けたら10個おっとこれはみたいな、すいませんみたいな感じで100ドンはされるこれは違うんです、すいません忘れてくださいみたいな感じちょっとかっこええやん、どうするこれも実は俺こうやって普通にジャケット着てるけどさ、こうやってジロキ近いでこうやってお前たまにこうやってチラッチラッとやってて、ガンホルダーここについてたりとか危ないやつやでもやっぱ憧れへんすか、あ、まあ、かっこええけどな男子、うん、10はやっぱかっこいい、10はかっこええね、かっこいいっていうかただただ怖いけどな、ここ入ってだから気持ち悪いし怖いか知らんけど、やっぱあの形状とかさ、うん、いいよね、やばい、サバゲーまで本格的にしようとは別に、いやしたいの、めっちゃしたい、ね、サバゲーやってみたいね、あんなでその人がだからサバゲーいつもその素人ばっかり集めて、うん、そのバーでお客さん集めてだいたい半年に1回ぐらいあのやってるって言われて、それに参加してくれても全然いいしって、でもう絶対行きますわっつって、いやもうどうこそれにとあかんのですかって言ったら、いやもうなんか大阪の全部揃ってるところやって、だからもうハンドガンの人もいるしスナイパーの人もいるしで、もう全身筋肉痛になるまで始まってやるから、そうそう行かんとあかん、この名前も聞いたもんちゃんと店も、うん、めっちゃいいよ、室内のも増えてるもんね、うん、最近。そう。あ、そうなんすか。室内でサバゲできるところは、うん。名古屋とかもあるみたいよ。すごいな、うん。今流行ってるんですよね、今日。流行ってるっていうか、多分男は絶対やりたいよな。あ、やりたいね。そういうもんなんや。うん。なんかでも聞いてたら面白いよ。なんかいろいろルールみたいなのあるらしいんやけど、あのやっぱり動いてるらしくて、その一緒に飲みに行った人一人なんかサバゲ昔にやったことあって。人でその人がすげえドヤ顔でなんか後ろに立って後ろバック取ったらフリーズって言って弾打ったらあかんのですよねみたいな感じで言わはったら、今はそれはもうちゃいますっつって揉め事になるらしくて、フリーズってお前みたいなやつやずる賢い、こうやって俺がお前のバック取ってジロフリーズっつって、そしたら多分お前が振り向いてまだ打たれてへんっつって俺のこと狙ってまだ打たれてへんし大丈夫みたいなことで、でもほんまに揉め事になる、そうそう、それが揉め事になるそういうやつが一人二人出てきてすげえ揉め事になってやり返したるとかになって、やったらもう後ろ取ったらもう潔く打とうって後ろからっていう、今はフリーズっていう方が悪になってるらしくて、絶対やったらあかんことらしくて、めっちゃ楽しい、女の人も多いらしいよ、うん、でも聞いてめっちゃやりたくなった、そう結構ね、そのここのシューティングバーも女の人何人かいたし、へえ、うん、そうほんまに、でもみんな富吉さん狙うやろな、やっぱそういう時やったらみんな富吉あでも大丈夫、俺雨よけれるし、まずえどういうこと、うん、雨よけてるから、うん、多分練習はしてんねや、エアガンごとき当たらんよねあガスでも、うん、ガスでも肉でワンチャン50万買うで、多分この距離からでも急にちょいみたいな感じでかっこいいからそれマジで、でも不思議よ、慣れてきたらエアガンの弾見えるから、え目目視で、うん、ほんまに見える、見える、え目がやたらの大視力いい、いやー初めは多分絶対見えん、俺も全く見えない、リールと一緒なんじゃない、うん、慣れてきたらそのずーっとは見えへんけども、その的らへんで右にずれたとかちょっと上行ったとかその辺が全部見えるようになるから、うん、むちゃ楽しいやん、ちょっともうね名古屋行った際ね、で栄にあったんで、ちょっと調べたら多分一発で出てくるから名前とか忘れたけど、行ってみて、うん、ほんまに楽しいから、はい、一緒には行ってくれへん、いや名古屋行くことないやん、全然一緒に京橋、あ京橋、うん、あ全然いいっすよ、それは全然いいっすよ、みんなで行きたい、その代わりでもちょっとそれ行った後ちょっと俺ホテヘル呼ぶけど待っといてくれる？勝手に行け。帰ったあかん。待っといて。で俺の感想聞いてくれる。よかったって。そのことをこうやった。そう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 。アルバイト。どうやった？こういうことしたっていうことまで全部言うから。あんまり聞きたくないけど。はいじゃあディスカッション行きますか。はい。ちょっと待って。こんなことある？いやそうやね。俺も思ってん。今度満開をと思った、行きます、はい、ということで今前回からの続きですね、うどんの国の K さんから、はい、これからの季節2ということで、は
2つ目のディスカッションテーマです。もう2つ目で言うてもとるからな自分で言うたね。次郎さんとメキスさんこんばんは。今回ディスカッションしてほしいテーマは最強のマンです。これから寒くなりコンビニでも売られるようになると思われる肉まんであったり豚まんの中でも最強の具を議論してほしいです。これは俺もあるで。で私もとっておきのマンある。うん、1人1万ぐらいあるんちゃうないもん。え、コンビニでそもそも食ういや食べるやろ。食べないですか。食べますよね。え、これコンビニ限定。いや、うん、あ、そっか。いや、ていうかむしろコンビニ以外その種類なくない。全部肉まんやん、うん、他は。そうか、551のとか言ったらそんなそんなずる話ない。それ店やから。ごめん、551って言おうと思ってた。あ、それはなしで。いや、551が最強ではあるけどね。ちょっと考える。俺もでもこれかな。衝撃を受けたっていうことも踏まえて。じゃあ次郎さんからいっちゃいます。ファミリーマートやったっけな、角煮まん。ああ、あれはうまかったね。じゃあ普通の形じゃないよ確か。なんか挟んである感じ、ね、四角い感じのなんか薄い感じの、うん、あれはまあうまかったね。あれってでももともとその中華料理でもありますよね、あれは。え、でもあれ俺も一回かましてもらったことある。誰か買うたやつ。いや、あれ美味しい、うん、ほんまに。いやでもさ、あれな、あの角煮だけでよくないって。いや、あ、まあ、言うたらあかんねん。それあかんねん。言うたらあかん。じゃ何乗せても、まあ、ラーメンとか入ってもうまいやん、うん、大体角煮って。角煮がうまいねんから。そろそろな。じゃあちょっとそれのけようぜ。ちょっと反則感ない。商品名でいい。うん、商品名でいい。俺が一番好きなやつは、うん、ファミリーマートのプレミアム豚まん。プレミアムがいいんや。あ、限りなく551やね。へえ、うん、限りなく551。限りなく551近い。あ、ちゃうねん俺な、あのコンビニの肉まんって、うん、その俺もちっちゃい時から肉まんって言ったら551で育ってきたから、うん、あのパオっていうの、その皮、はい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 、あれがなんかコンビニのやつってなんかめっちゃニチャニチャしてるやん、うん、だからあれが嫌いなんよ、うん、でむしろなんかあのちゃんとパンっぽい感じするやん肉、うん、あの551とかのって。あれがずっと嫌いやったんけど、え、それもクリアしてるってこと。してるね。あれはまあ多分もうこんな議論するよってなし、あれが一番うまい。味もちょっとそういう醤油がかった感じの味。がかった感じ。だからもうあの生地とかがすごい551。あ、そう、うん、生地はすごいね。味がね。え、どっち。あの生地の味 味が、うん、食感やっぱり551とか負けてるけど。あ、じゃあもうやからそのマンの部分指こうやっても。ちょ、なんで笑うの。ちょ、で、なんで睨んでくんの。俺別に普通の話やん。そうやね。え、あれマンの部分っていうの。マンの部分とかじゃなくて生地ね。生地、生地、生地の部分に手こうやってもそのなんかつかへんの。なんかこうペリってめくれるやん。あ、うん、あれが俺すげえ嫌やから。あれもないってこと、うん、まあ、あんま覚えてないけど確かなかったと思う。覚えてへんのかい。いや、死ぬほどうまい。俺冬よう食うねんけど。あ、そう、うん、あれなんか塩豚まんとかいろいろあるよね。あるね。見てたらどうなそれは。塩豚まん俺あんま好きじゃなかったかな。うーん、俺はですね、うん、あのピザマン。あー、でピザマン、セブンイレブンかな、うん、どこか分からんけど、うん、なんかピザマンっつったらその俺のちっちゃい時の記憶ではただトマトソースが中に入ってるみたいな、トマトっぽいピザ味の何かが入ってるやつやって、で大人になってからなんかどうしても腹減ってて、で食うもんなかったし、なんか思ってみて、で写真見てたらチーズがすげえ伸びてるピザ、そうそうそう、ほんまのピザみたいになってる写真やって、マジでと思って。昔はチーズなんか入ってなかったですよね。え、入ってすらなかったです。入ってなかった、昔のは。うん、ほんまにピザ風のなんかが入ってただけやんね。でそれ食うて、うん、でチーズの量も結構多いやん、めっちゃうまいやんってなって、俺はもう完全にピザマン。あ、多分セブンやろうね。セブンやったかな。セブンかな、うん、あれが俺はダントツ。へえ、今なんかいろいろあるやん。でもスライムマンとかあったやん、ありましたよね。キューベーとかあったやん。あった。何味か忘れたけど食べたけど。へえ、でも気持ち悪いね。スライムマン、スライム買ってないの。買ってない。青色やったよね。え、これ話してんかったっけ。それ多分唐揚げくんやん、スライム。そうか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 。え、な、え、味は。あ、もう覚えてない。甘かったかどうかすら覚えてない。へえ、あなたは何。私は
そう、二郎くんが言ってたようなあれちょっと高いやんか、うんうんうん、で100円とかのより具がいっぱい詰まってるやんか、一回食べようと思って外で開けた時に具が詰まりすぎて重すぎて具がズボって落ちてな地面に落ちたことがあるんやんか。意味わからへん。ちょあのなんか包んである、包んであるハンバーガーみたいになってる、あの、はいはい、あれを開けて開けて、うん、でペロって皮を剥がす。なんで剥がすの？え、下についてる。ああ、剥がす。で剥がした後に戻す。その時に身が重すぎてズボって落ちて、あのハンバーガーみたいな包み紙を通り越して地面にベチョって落ちて。全然意味わからない。え、嘘、わからへん。だから、え、あれのやつやろ、その角煮のやつやろ。角煮とかじゃなかったと思うね。けどまああの、この字型になってるやつやんな。違うね。え、普通の豚まんの中身だけ、シールみたいなベーって剥がした時に、うん、多分もう皮生地が取れすぎたんやろね。3センチぐらいブブブブブっていったんちゃう、ね、私ね、そこめっちゃ変なとこのこだわる大型やから綺麗に剥がしてん、うん、せんのにほんまに具が詰まりすぎて落ちてん、ほんまに。なんでみんな分かってくれるの？え、どういう持ち方してた？え、普通にさめくるやろ、こう持ってました、めくるために一回ひっくり返しました、丁寧にめくりました。で、これをちゃんとした向きで食べようと思って戻しました。戻しました。今普通になってるわな、こういう風に。それが普通になる前に、あ、ここの距離の間にズボンって抜けて、ズボンって抜けてほんまに抜けて、でそれがショックすぎて、だって食べれんやん、200円ぐらいして高いやつ買ったのに、そっから安いのしか買わんくなったから、もう選びようがなく肉まんっていう話。なんでみんなそんな分かってくれへんのかな。この時に落ちる？だからだいぶ薄なってたとしか言えへんわね。じゃあね、え、どっから落ちたって、こっから落ちた？そこやろ、やから。そこの、うん、身の部分だけごっそりスポッて落ちた。でこれをペリペリペリと剥がしました。うん、でこの段階で落ちたってこと？そう、この段階でツボッと落ちてん。え、意味が分からん。え、肉まん食べるとき、こうなってるやつを一回全部、よいしょってやんの、うん、よいしょってやってん、そのときは。なんかこうやって、こうなんか、こうなんか、あ、徐々にこうやっていくとか。あ、俺も全部めくる派やね。全部めくりたいね、うん、最初。え、じゃあ袋入れたまま全部めくれるやん。え、袋？袋っていうか、なんか、あ、はいはい、入ってるやん、なんか。あ、分かります分かります。 あれから取ることはないっすよね。なんでなんですか。うん、ようになってますもんね、あれだって。でも口開くし、入れといてここにペタって紙がついたせいで肉まんの皮が剥がれんのとかが私はすごい嫌なの。誰も分かってくれへんから次行く。いや、まあ何が起きたか分かるよ。分かってくれ、まあ、多分そういうことがあるんでしょうね。僕も一回だってちっちゃい時にその自販機で力水買ったら勢いよく落ちてきて、中見たら粉々に砕け散ってたからな。そういう想定外のことは確かに起こる。うん、多分開発者殺しのそういうことが起きることあるんでね。まあ、なんかあったんでしょうね、多分水分が多すぎたとか、うん、べちょべちょになりすぎてちょっと生地が弱なってたとか、3日前ぐらいのやつ買ったとかな。 あるね、あるね、あるね、ほんまに。そう、多分みんなが想像できひんぐらい私はへこんだっていう、ごめんなさい。ちなみに辻田さんはカレーパン好きやからやっぱりカレーマンもいっちゃうね。カレーマンもうまいしね、今チーズ入ってるのありますもんね。 あそうなんや、忘れた、ごめん。あるな、ある気がする。ある気がする。いや、カレーマン美味しいんや、あれ食ったことない。そういえばこの間なんか来店で言われた新たなソーセージ食べましたっていう人が、むっちゃ美味しかったって言ってあったんで、俺も買うこと決定しました、ようやく。新たなソーセージ、そう、弘中さんが勧めてはったソーセージが超美味しいらしくてね。はい、まあじゃあ次行きましょうか。好きなマンは、人それぞれということで大丈夫ですかね、はい、最強のマンは。あ、じゃあ、ほたちゃん呼んでください。はい、あ、じゃあ次のやつ、キャンプですか、うん、では、お名前杉太郎さん。キャンプするなら、二郎くん、とめきちさん、辻田さん、弘中さん、こんにちは。こんにちは。じゃあ夏は終わりかけていますが、キャンプするならテントを張って泊まるか、コテージに泊まるか、どちらがいいですか。状況によると思いますが、ちなみに一泊です。ディスカッションというか、それぞれの良さが知りたいです。です。はい。やることによるとしか言えない。やること、まあ場所とかね、キャンプ場でやることによるとしか
そういうアウトドアしに行くんやったらテント張っての方がええし、なんかそういう避暑地的な意味で行くんやったらコテージに行けやとしか言えへんしね。コテージってどんなんすか。山小屋みたいな感じですか ね、うん、まあだからまあ普通に、うん、普通にホテルで今ラグジュアリーなコテージ流行ってるでしょ。あ、流行ってる ね、 ね。いやあんなどうなんやろ、行ってみたいと思う、うん、そう。それはそれでおもろいやん。俺一回、うん、あの地元の友達みんなでこういうコテージみたいなの泊まったことがあって、そこでみんなで料理とかしたりで、みんなで皿洗ってで、みんなでゲームしてで、なんか温泉行って帰ってきてとかやった時すげえおもろかったもん。まあまあ人んちに行くような感覚やからね、うんうん、一軒家みたいな感じのとこやってんけど。ああ、はい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 、わかる、うん、2階というかちょっとした階段みたいなのあって上が寝るところで、一緒のところ行ってへんかな、ひょっとしたら。いや怖いって言ったら。いや俺もそういうのあんねん。ほんまに。なんかほんまに、なんや言うたら露天風呂みたいなのもついてたりしてへんかった、ベランダに。あ、ついてなかった。あ、ついてなかった。俺スキーの時に行ったよ、高須、高須でしたっけ、高須、そういうの借りて、はい、一軒家まるまる。多分しかもあれもなんかそのなんか別荘を売ってて売れてへんやつをそう使ってはるってやつやんな、うん、いやあれはいいよ。なんかウノとか置いたんねん な、 置いてあった。なんかテレビの横とかに将棋とか、何言うたら生ビールのサーバーも借りれたから。え、マジで。そう、勝手に置いてあって、でその何あの管理室みたいなところに用意したら、あのビアダル取りに行ってやってやし、めっちゃ良かったよあれ。絶対その方がいいな、鍋やったりとか、そこで、うん、あ、めっちゃいい。楽しい楽しい。で5人ぐらいで行ったらめっちゃ安なんねんな、確か。一部屋いくらとかやったから、俺の時。そうめっちゃ安かった。めっちゃ安いし、ホテルなんか全然いいしね、うん、いいですよ。まあでもテントはテントの良さがあるもんね。どうなんやろな、まあやることによるなとしか言えへんからね。まあいいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。好きな方に行けば。テントの良さは自然と戯れてる感。ある？アウトドアしてますよ。海の中入ってるとかやったら自然と戯れてるってなるけどさ、自然を遮断して寝てるわけ。限りなく遮断しようとしたいわけ。まあそう言われたらね、うん。確かにそう言われたらそうなんやけども。やろ。でもやっぱり、まあ、危ないと思うねんな、テントってシンプルに。そう、人の恐怖であったり、あ、まあ、強盗とかあってももう瞬殺やん、どうしようもないわな、うん、で女の人とか特に危ない、虫も危ない、で野生の動物も危ない、食べ物とか絶対置いてるし。そやな、まあでもそういうことも踏まえてやから、そういうサバイバル的なことをやってる感が、非日常を味わえるということじゃないですか。そうやね、確かに、まあ、非日常やね、うん、ということで、まあ、コテージはやから、まあ日常の延長線上で、うんうん、あのいろいろ便利になんかキャンプ的なことができるって、まあ、や女の人とかはやっぱコテージとかの方がいいんかな、ね、やろうね、いろいろ考えたらシャワー浴びたいとか、うん、いろいろあるやろし、やっぱトイレも多分俺はタチションとかノグソが平気でやれっけど、女の子はちょっとさすがにね無理ですね、うん、と思うからね。これも別にその下品な話じゃなくて、だから多分例えばタイミングってあるやんか、女の人その月の日やったりとかしたらやっぱ完全に。次行きましょうか、はい、お便り。はい、じゃあ次郎さん選んでください。はーい、 D さんから。はい。あれ嘘でーす。すいません、これキャラでクイズでした。これやらんかった、専業になると言い出した親友たけちゃんさんから。はい、専業になると言い出した親友、はい、僕の親友22歳が今の仕事を辞めてパチスロ専業になると言い出しました、はい、今の仕事をしていても彼は高卒で昇進が厳しくやる気がなくなってしまったようです、はい、就職活動こそ終えたものの社会経験が乏しい僕は彼に何と言ってあげたらよいか分かりません。僕自身彼とは何度も乗り打ちをしていたりしたのですが、正直勝った負けたで笑い飛ばす程度で、収支的には運よくトントンレベルで食っていけるとは思いません。これから全ての機種を期待値があれば打つと言って、来月から40日間余っていた有給を消化しながら専業を目指してみると言っています。千葉はまだ10日交換で専業向きだとも言っていますので、
そこそこ本気な感じが伝わってきます。お二人の目から見て今後パチスロで食っていけるほどこの業界の未来は明るいものなのでしょうか。今まで趣味としてきて趣味として触ってきたものにいった生活を任せるのは大変だと思います。お二人の意見を聞かせてください。厳しい意見でも構わないのでよろしくお願いしますということです。無理や無理や、俺もやめた方がいいと思うね。私も。例えば月25万円安定して稼ぎますってなってもだからなんなんていう話じゃない。そうだからパチスロにしなあかん理由とかあるって思うし。いやそこやねんな。月100万も200万も稼げんやったら、うん、それはやるべきやけど、月25万とかやったら、うん、なんやろ、普通に仕事した方が多分絶対に時間もあるし、やっぱこいつのその専業時代の話とか聞いてたらえぐいもん。そのもう時間がもう全部だから言ったらもう24時間働いてるようなもんやろ、まあ、感覚的にはね。ずっとデータ取って、まあ、働いてるって言うなら、うん、で打てへん時はもう帰って移動ばっかりして疲れて休む間もなく、でそれでまあ閉店まで打って飯もやから大した文句言えずに終わってとかで、で手元に残るのが普通に仕事と仕事してサラリーマンやって稼ぐ金額と同じなんであれば、ちゃんと家帰って休みもあるサラリーマンをやるべきやろうね。保険もある、税金も納めて、だからまあ50万60万とかでなんか例えば学校行くお金が欲しいんですとか、まあ、それ行くか分からへんけれどもお金だったらって困るもんじゃないし、うん、ちょっとなんかそういうなんかがあるんなら多少やってもいいかもしれんけど。そうやね、目標があんやったらね、うん、次の職業に向けて留学したいですとか、うん、そうお前が今言った通り専門学校行きたい、うん、で今自分が一番楽しく心折れずに稼げるって言うんであれば、うん、1年2年限定で時間は取れるからね、うん、専業になったら1週間休もうと思ったら休めるし、そうやりゃええと思うけど、何もなくただ単純にこのまま一生行ったろみたいな感覚だと、うん、ダメよね。でこれ多分ふとさあこの人が22歳やろ、22からスタートして例えば4年やりました、26になって状況が悪なりました、4年間これは社会的に見たらただの空白やからね。何やってたんって聞かれて専業やってました買ってましたって言って採用する企業なんか多分ないよない。まあそれこそジャンバリぐらいもんね、入ってきたやつおったおったやろほんまにおったわ。ジューシージューシー伊達さんいやでもそんなもそういう企業もあるかもしれんけど、まあ、でもレア中のレアやし、レア中のレアやからね。なおかつまあ業界があれやからね、あの一緒というか、うん、まあ、パチスロに関する仕事なんであれですけど、でもまあ珍しいことであって、なんか22の時とかは多分楽しいと思うよ、うん、あの自分が例えば今月40万勝ちました、うん、で周りの話聞いたら、あの十数万円、あの社会人として頑張って働いて18万とかしかもらってません、で自分40万ぐらい30万40万あるイエーイみたいになるかもしれんけど、なんか5年とか経ったら全然話変わるでしょうね。なんかの仕事、大きい仕事任されるなって今度どこどこ行くねんとか言われて、ほん、あ、そうなん、行ってらっしゃいみたいな感じになるでしょうしいや、まあそういうこともあるしね、やっぱりこれ、うん、まあお金やし一緒やとは思うけども、やっぱお金の価値が違う、多分働くお金とそので、その価値観をその働いてその汗水垂らして稼いだお金と、うん、そのスロットでずっと買って勝つお金を同等に見れるんであればそれでいいけど、多分お前の言う通りこの年齢やったらそうなる、他のやつより 1.5 倍2倍稼いでてイエーイって思って、で、あの仕事辞めてよかったイエーイ、時間もあるし、俺時間ある、欲しいもん買える、で散財していって気づいたらキャバクラに使って風俗に使って、で貯金もあんまりなく、金の価値観変わりだしたらもう狂うんでね、多分そうなってまうから。そうやね、若いし、うん、多分その、うん、同じこの年齢でね、22歳で同じ金額を仕事でまともに稼いではったとしても、多分使い方は全然ちゃうと思う、ね、違うやろね、パチスロでその稼いだ金額の人と A さんと仕事としてそれをバリバリに若い時からいろいろプロジェクト任されて、まあ、50万もらいますっていう人も多分世の中にいると思うけど、多分もうお金の使い方はちゃう ね B の人は多分自分の自己啓発に使ったりとか、ほんまに使ったりとか、ね、そうほんまに正しい生き金っていうか生き銭の使い方してるけど、多分この人は多分死に銭にしか多分ならん気がするね、多分。
でもなんかどうなんかな、昇給が厳しくやる気がなくなってしまったってことは結構なんか稼ぎたいみたいな欲望が、やったら自分で勉強して転職すべきやわ、頑張ってね、ここじゃなくて、パチスロじゃなくて、いや業界はいいよ別にね、パチスロ業界、パチスロが好きな人、パチスロ業界に転職するべきやと思う、それやったら全然ね、専業じゃなくてってことですね。そうですね、まあでも昇進が厳しくだからね、可能性がゼロなわけじゃないからね、だからまあその時点でまあ厳しいこと言うようですけど、やる気がなくなってしまってるんであれば、多分ジロクの話聞いてると専業なんか多分とても厳しい、やれるとは思えませんけどね、多分話聞けば聞くほどストイックじゃないと多分やれることじゃないんで、勝手に自分で昇進が厳しいと思ってダラッとなってはる程度は多分ダメでしょうね、はい、って次郎くんが思ってるお二人の意見をお聞かせくださいまあでもまあまあええもんじゃないからね、そんな親に胸張って言える仕事というわけではないから、やめた方がいいよということを伝えてあげたらなとですね、はい、たけちゃん頑張って伝えてあげてください、お願いします、頑張ってちょっと前回楽しかったし、あれ探しといてくださいね、ゲーム、キャラ当てゲームのキャラ今、探しといてくださいでそれではもう一個言っときましょうか、はいはいこいつかどれ、スローリーマン Z またこいつな、はい、おなじみスローリーマン Z さんですこんにちは、はい、怒り、はい、それとシャープ7のアンサー、はい、なんかちょっとね、ギョギョしいタイトルですけども、そうそう、皆さんこんにちは、こんにちは、本日9月1日の、晩酌中に驚きのツイートが自分の携帯に入ってきました。ジロ基地会議の限定 T シャツが余ってるとはどういうことですかと。ジロ基地会議ファンは一体何をやっているのだ、自分は岩手だからオフ会に行くこともできなければ T シャツも買えないっていうのに怒りってことで、代引き着払いでいいので自分に行ってくださいそれが無理なら4人で我が家に届けに来てください。そしてシャープ7の自分の恋愛相談がゼロについてです。どういう意味、以前 MVP の色紙と娘とのツーショットの写真を送ったの覚えてますか、ね、自分も娘もジロ吉ファンだし、遠出の時は車でジロ吉会議を聞きながら家族で楽しんでおります。ましてや自分のラジオネームが家族にバレるっていうのもこともあり、変な相談ができないってとこですかね。えらい丈夫になってすみませんでした。では T シャツ持ってきてくれるのを待ってますねもうやったら1着スローリーマン Z もういっつもこれいっつもくれはるし、何や言ったらその娘さんとのあれ嬉しかったやん、なんか嬉しかった、色紙持ってはったあれ、もうあげよ、これはもうあげよ、これはあげましょう、ちょっともうお金出すわ、それやったら、それやったらもう2人出すから、金の亡者やから辻田さん、うるさいうるさいから、そうなんや、全然出すから一着送りましょう、これは一番お便りくれてるもんね、スローリーマン Z で、毎回割とね、しかも面白いんですよね、ちゃんとなんか適当に送ってはる感じではない、ええ感じの年の人やと思う、多分俺と同じかもうちょい上か、そうやね、ぐらいなんちゃうかなっていう大人の人ですね、まあ何やろ、怒りはあんまり伝わってこへんかったけど全くなかったな、むちゃ怒ってはるって思ったんやけどなんか最後らへん何や言うたら褒めてくれはったからなありがたいことですよ。いやもうほならちょっとスローリーマン Z さん、代引き着払いじゃなくて、どうします、 MVP になってくれたら、 MVP に選んでくれたら、あ、なるほど、いいね、それでいきましょう、はい、まあ、あんたが MVP やって、ちょっとでも含んでるとこな、この恋愛相談ゼロについてです、以下から、変な相談ができないってとこですかね、笑いあるよ、あるんはあるよみたいな感じゼロやけど、相談はゼロやけど、あるんはあるからね、でもラジオネームも家族にバレてるから言いませんっていう感じが伝わってきたなるほどな、めっちゃおもろいなそれ、あのゲストで召喚することがあったりなかったりする可能性、ないでしょうね、ないでしょう、 100% ないですからね、これに関しては。でもお会いしてみたいね、お会いしてみたいね、なんか結構端正な顔立ちの方でしたね、なんかちょっと色黒な、あ、顔も知ってるんや、だから写真送ってくれはったから、娘さんとの、そう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 、顔つきのじゃないけどな、顔
顔つきの顔つきどういうことだ顔つきの写真え、ここだけ送ったりとかもあるやん届きましたよでも顔違うわ娘とって書いてあるやんごめ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 んはいはいということでじゃあどうしますかキャラ見つかりましたかちょっと今探してる探してるちょでもさラジオネームが家族にバレてるってああだからそれ MVP で一回色紙を送ったしかああだからか1回しか選ばれてなかったっけ逆に1回ねこれデータ見てるとそうなんやすごいよディスカッション7のお便り6やからねすごい、うん、わけわからんなそうなんですよダントツやなでだってそのスロットをやってる僕らのこのラジオに対してのお便りがもし大谷選手になったら二刀流じゃなくてどっちに絞るかやからでも意味が分からへん議論したね議論したでむちゃくちゃ一番好きなおにぎりの具言ったねお前面白いないやでもちょっとどういう人なんかねちょっと一回、うん、てかあの人お便りくれへんね誰気になってんのにあの引きこもりですっていう人ああくれへんそう一回あったんですよあの引きこもりで何年も家から出てへんけど、うん、なんか最近そのたまたまパチンコもスロットも打たへんけどもネットでこれをに気づいて、うんずっと聞いてるっつってでお便り送ってみたっていうなんかアホすぎて聞いてますみたいなこと書いてあるなえアホすぎてえなんかそんな感じじゃなかったそんなんやったっけとめきさんがアホすぎてみたいなこと書いてあるそんな失礼なこと俺書かれてた違ったっけほんまに、うん、マジで全然そんなことないですからねほんまにそうあの人のねアンサーちょっと欲しいな欲しいなんかもう一遍送ってほしいね聞いてくれてはんのもう飽きたんかもしれないほんまに回転早すぎるやろいろいろ何年も家出てないって書いたもんねそう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 なんかそれはそれですげえ、うん、じゃあやっぱね印象に残る、お便りっていうのは何個かありますよねなんか結構進路相談やったりとかその我々に進路相談してもどうなんやろうとは思うんですけどオーストラリアかどこかから聞いてくれてるって言ってみたよねそれはそのオーストラリアの方こっちから留学してて日本帰りアメリカとかもやるね、うん、なんか、すごいなそうなんですよネットの力ってすごいな素晴らしいそう考えたら、うん、勝手にね日本限定やって思ってるけど、うんうん、そんな感覚があるけどそうだからその前のそのジロキチ会議でも言ってたけどその前の台湾、うん、あー嫌だね、うん、それは完全な台湾の方なんですけど、そうそうその人らも見てる聞いてるっつってすごいよすごいですよ思ってるより見ていただいてるっていうことなんで、うん、ほんまにすごいだって台湾とかパチンコパチするないよねまあないね、うん、日本以外ないでしょ、うん、そうやんねすごいねそうなんですよねほんまにすごいなんか不思議な感覚やね、うん、正直外国の人にねあさあそろそろ決まりましたかはい決まったはい、はい、じゃあ来ましょうか本日のキャラ当て、キャラ当てクイズよ生まれた年が1684年1684年は俺の1個上や1600やであ1600かあちゃうわいくつやトイちゃん3もう300歳400歳ほんまにアホやったなああ1684年ね江戸時代ぐらいやね、うん、はあ、はあ難しいんやでもさ江戸時代って言われたらなんか絞れる気はするけどだいぶねでも設定かもしらんでただの宇宙でとかどういうことどういうこと正解はプラネットでしたみたいなえぐいでなんかあキャラクターの設定な表に出てるで実は宇宙を題材にしたでもワンチャンあるからねジャグラーのツモッチかもしれないな生まれは紀州藩紀州やから和歌山紀州藩日本人かどうかは分からんけどあ、そっかそっかあなんか俺作品は分かった気がしたマジかよ、作品は分かったわ早いな俺もあれかなって思う紀州は分かった多分これやと思うだキャラ名とか分からんわ俺戦国系じゃあ次のヒントくださいよ待ってます百姓一揆を招いてしまった大塩平八郎や百姓一揆を招いてしまった下側じゃなかったっけ一揆下側じゃないパチスロのあれですよね、うん、
なんか歴史の話してません、うん、勝手にそれてません。え、実在するんですか。実在します。え、実在するんや。え、パチスロの話は。あ、だからキャラクターがに高上がりが、あー、いやーしちゃ、わかった。あ、そういうことね。え、そんな感じ。めっちゃ、え、俺もはいはいはいみたいにならへん。じゃ、いや、オーナーええわ。いや、どうぞ、いいですよ。いや、なんか別になんか商品もらえるとかじゃないんで、いや、なんか言ってください、すいません。吉宗、ね、正解です。何吉宗さんですか。徳川。その通り。高上がり3つ目のヒントで持ってくるね。えぐいな。早なんかもうちょいいろいろあったのに。なんかなかったでしたっけ、目安箱、吉宗は。アホではないやろ。まあ今度はもうちょっとしっかりと。しっかりお願いしますよ。急遽作ったんで、はい、はいはい、というわけで、じゃあ今回のキャラ当てクイズ覇者は見事村田二郎さんということで、はい、大阪府在住の、はい、おめでとうございました。おめでとうございます。はい、というわけで、まあ時間もね、はい、そろそろよろしいということで、お便りも読み尽くしたということなので、もうそろそろ終わりなんですけども、今回の、はい、MVP はもうじゃあやからいいんですかね。なんと MVP の方には T シャツを T シャツをプレゼントすると、はい、逆にちゃうやつにしたろうか。これもうここまで来てドキドキ、俺やろみたいな感じなってるやろね。俺やろか、今すげえ出てるやろうけど、完全になってると思う。ちゃうのにする。いや、天の弱感すごい。ちゃうのにしてもええねんけど、誰もおらんからな。そうやね。いや、まあここはもう素直にいきましょうか。じゃあ二郎さん発表お願いします。スローリーマン Z さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。これでも二郎吉会議史上初ちゃいます、 MVP2 回目。あ、そうなんや。いや、ある、いますよね。います、うん、まだまだモサはモサはまだまだモサはまだまだおるということなんで、うん、世間はまだまだ広い。広いですね。広いです。スローリーマン Z まだ川、ね、井の中の川津やでと。そうそう。なるほど、世界はもっと広いということで、大会を知ってください。もっともっとお便りくださいということで、じゃあ今回は終わりと。じゃあちょっと2回にわたってね、水嶋さん、はい、ありがとうございました。感想言ってってください。なんか楽しかったです。で、多分女子メンバーやったら私が一番出してもらってるでしょ。3回目かな。女子メンバー他出たことない。むしろ出たことがない。全く出たことないし、なんや言うたら黒バラも多分タツさん、タツさんちゃうわ。黒バラちゃう。豚の子、豚バラやったな今のは。たくさんぐらいちゃう、がっつり出たんで。コウタロウくん、コウタロウや、せや、コウタロウや。リノさんが出たことないの。リノさんが出たことないよね。あ、そうなんや。そうなんですよ。じゃあリノさんより先を行ってしまって、そういうことですね。いえいえいえ、ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった。で、なんかいつもクイズとかがあるから、それがめっちゃ楽しみ。ないんやけどな。クイズの、いつもないんやけど、たまたま、すげえたまたまやし、何も決めずに、楽しみって、何も決めずにダラダラ喋ってるだけの番組なんで。あ、そっか。はい、またね、近所来たり、なんか気が向いた時にフラッと急に来てくれていいんで、はい、ありがとうございます。ぜひぜひね、お願いします。待ってます。ぜひ。はい、ということで今回も終わりました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。次回のジロキチ会 Z を楽しみにしておいてください。それでは今日もどうもありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。